熊本頑張れ。これはニューヨークで台湾文化を紹介するパスポートトゥ台湾のイベントで寄せられた言葉です。イベント会場にある70以上のブースの中、熊本地震の被災地支援の募金ブースも設置されています。日系企業4社が協賛し、日本人、台湾人とアメリカ人のボランティアの参加でブースを設置することができました。5時間で2500ドル、およそ27万5000円の募金ができ、今後全額熊本県と熊本市に送られる予定です。開会式ではニューヨーク州議員と在ニューヨーク日本総領事館の石井総務部長が出席しました。石井総務部長は台南震災へのお見舞い、2011年東日本大震災と今年4月の熊本震災で台湾が日本を支援したことに対しお礼の意を伝えたほか、日台関係の親密さについて話しました。I'm very happy that four Japanese companies are actually joining in and helping out, and I hope that this grows. 今年15年目を迎えるこのイベントには約5万人もの来場者が集まりました。中には初めて来た人もいます。今年是我第一次来参加，所以觉得很热闹，很高兴，而且很骄傲。我也因为是全是台湾来的这个办的这个活动，非常非常的高兴。This is my first time as a festival, so it's a good experience. 楽しい雰囲気の中で募金活動も行われ、海外でも被災者を忘れないこの思いはきっと熊本に届くでしょう。